ル級ガールズ予選の2つ目の第6レース、大久保佳林選手2コーナー4番手から強烈なまくりを炸裂させまして1着を上げました。2日間で大久保選手18ポイント2着に中村ゆかり選手、手元の集計で17ポイント明珍選手が7番手から懸命に追いかけて3着競り勝って2日間で10ポイント、浦部選手はその後4着ラテオであります。手元では11ポイントを取っております。後半戦第7レースです。 L 級ガールズ予選の 2つ目のカード、対戦7名紹介いたします。1番広島戸田美代子です。2番東京奥井文、3番福岡矢野照代、4番岐阜宮地ねね、5番新潟田中真由美、6番大阪飯塚智子、7番静岡杉沢恵子、以上7名の対戦です。4周回1625m、浜野正樹が先頭誘導員を務めます。今回が不死鳥バンク3度目の登場、東京106期生奥井文の登場です。昨日も打賞4コーナーから先行、まさに王道の先行で逃げ切り勝ち、不死鳥バンクこれで7戦7勝であります。今日も1着固定の3連単、断然の人気、相手候補は勝負がけだった戸田美代子、あるいは自力を持った宮地ねね、この両者の折り返しが相手候補であります。発送いたします。3連単でも締め切り間際上位6点あるいは7点あたりが奥井選手を頭にして 2,3 着候補、3連単で三桁のオスを示しておりました。人気サイドの組み合わせ、かなり相手候補でお客様も資料苦慮されたのが数字に出ている雰囲気であります。先頭誘導の浜野正樹が今2センターを通過していきます。準備完了、後半のまもなく第7レースです。2日目のカードは後半第7レース、L 級ガールズ予選の2組目、4番宮地ねね、迷わず前を取りましたが、その宮地の横、6番の飯塚が前を伺うか少し様子を見ています。6番の飯塚は車を下げて、戸田美代子が前から2番手です。7番の杉沢恵子、注目奥井文は真ん中4番手。6番の飯塚がその後ろあたりを少し主張しようとしましたが、田中真由美の方がこの位置を譲りません。飯塚選手は1番後ろ下がりました。6番手に矢野照代で、飯塚智子7番手1番後ろでまずは落ち着きました。1走目はホーム大久保にかまされ2番手入ったんですが伸びきれず3着でした。4番の宮地ねね1番前、2周目に入ります。1番の戸田美代子、昨日はバック6番手仕掛けたんですが伸びず6着、勝負分けになっています。3番手が7番杉沢恵子、昨日は4コーナーから先行した奥井の後ろぴったりマークの2着です。調子を少し取り戻してきた感じでしょうか。そして2番の奥井文、昨日は打賞4コーナーが先行、まさに王道の先行で逃げ切り勝ちであります。同地不死鳥バンクは昨日の1着で7戦7勝です。5番の田中真由美は現在奥井の後ろ、今日はこの位置奥井のスピードしっかりとついていけるかどうか。昨日5着ながらも3コーナー6番手をまくり追い込むシーンがありました。3番の矢野照雄は昨日は7着、そして1番後ろから6番の飯塚が追い上げます。飯塚がやはり奥井の後ろを狙ってきました。田中真由美と飯塚で踏み比べ勝負になりそうです。打賞の周回です。2番の奥井がどこで動くか、後ろ踏み合いとなるか。ここは飯塚今外がスーッと後ろを問いに来ました。さらに3番の矢野もこの動き追ってくるか。1番の戸田も狙ってきて、4番の宮地も前々が突っ張るか。打賞です。奥井を出させない宮地ねね突っ張った、宮地が突っ張った、戸田美代子機敏な立場で2番手切り替えた。奥井の後ろなく先手の2番手戸田は2番手切り替えた。奥井が2番手外へとか踏み込んで叩けるか。6番の飯塚が追ってきます。4番の宮地と2番の奥井、これは奥井にとっては意外な展開だ。脚力ロスかなり足を使っている。4番の宮地は抵抗がっぷりです。それでも力で2コーナーまくり切った奥井姫、あとは己と戦い。1番の戸田が突き切るか。4番の宮と2番手踏み込め、あとは2番手以降奥井が突き放した。4番の宮地が踏み方、戸田が浮いた。6番手が5番の田中真由美、外を向いた直線コース。2番の奥井生徒、2番手広田、5番の田中真由美が2着届いて2番5番4番。奥井これで当地福井は8連勝。田中真由美が今日もまたいいまくり込み、2着届きました。宮地が3着です。昨日の5着まくり組、田中真由美何かきっかけをつかんだかもしれません。リプレイです。宮地の抵抗に奥井も相当苦しみました。苦しみ、それでも力でねじ伏せて、これは強い。あとは田中真由美が昨日のまくり組で何かきっかけをつかんだような気がします。今日も6番手からまくり込んで届いて2着。宮地ねねも奥井との力勝負、
しっかりと粘って3着であります。2番5番4番の上位3名であります。この後の決定放送お待ちください。第7レースガールズ予選競争の2組目、実況宮原英二さんでご覧いただきました。激しいレースでしたね。もう後ろがね、混戦でした、奥井さんの後ろを取るためにね、本当に激しい動きしましたね。ただ宮地がいい先行しました。力と力の勝負、見応えありました。正式な決定は審判放送をお待ちください。バンク内では第8レース A 級特一般戦選手紹介が始まりました。1番岡山の三畑正史選手よりご覧のメンバーでの対戦となります。このレース発走予定時刻1時51分電話投票の締め切り時刻1時48分です。さあ、ご覧いただいているように隊列が出来上がりました。そうですね、5番、1番、これは中四国ですね、ここで放送です。決定。1着2番、2着5番、3着4番。福井競輪7レースの払い戻し金額をお知らせいたします。茶番連勝複式2,5,3990円、茶番連勝単式2,5,3900等円、三連勝複式2,4,5,3630円、三連勝単式2,5,4,17240円、ワイド2,5,1360円、2,4,230円、4,5,2980円。以上でございます。第7レースガールズ予選競争の2、結果をご案内いたします。1着2番奥井文、2着5番田中真由美、3着4番宮地ねね。払い戻し金です。2車単2番5番3910円、3連単2番5番4番17240円、その他はご覧の通りと。